彦坂直義です。ここもその福島原発の放射能の、禁止地域、20キロ圏内ですね。それの境界線です。この立ち入り禁止の看板が立ってまして、これより先行くと罰せられるというところです。まあ、これもこの境界にすぐのそばに住んでる人ってのも奇妙なもんですよね。入れないでしょ。そうですよね。この家の方は。罰せられますよね。そうですね。ここどうですか。ここの北川さん。いやここの線がすごい意味持ってますよね。こっちの家の人は。そう。撤退しなくてもいい、ね。そういいんだけど、教会間際にいるっていうのも奇妙というか。そうですよね。ねえ。これでも入る人いるでしょうね。自分の家があるとね。うん。だけどまあ実際に。窃盗が多いですよね。しかも外国から来るって。窃盗だ。あ、窃盗だなね。うん。テレビとかみんな持ってるじゃん。まあどうですかその実物で見た感じっていうのは。まあ本当なんかこう見えない境界線がね。引かれてるっていう感じで、やっぱりちょっと、まあ、ショックであると同時にちょっと感慨深いっていうかね、うん、実際はだけど、まあ、20キロ圏でいいのかって問題なんですけどね、うん、その放射線量の問題でいうとね、うん、ここはどうですか放射線的には。まあ、さっきと同じぐらいなんですね、うん、0.4 ぐらい、うん、0.4 マイクロシーベルト毎時ってことですよね。そうですね、まあ、このメーターちょっと高めに入れますから、うん、そうですね、実際もちょっと低いと思います。うん、太田さんどうしちゃったかな。あ、いたいた。今どこですか。セブンイレブン入ってきたところがここなん。もうこっから向こうはどなたも住んでらっしゃるの。いや、まあゼロに等しいですよ、ね、こっちからこっちはいけないってことですよ。どっちからどっちがいけないですか。警官が立ってたのはどこだった。警官が立ってたのはここです。あ、ここ大田川。これはあの牛川って言います川なんですけども、ここにいるはずです。近々あの一時会議とかでは今月って言ってますよね。あ、そうですか。ただ本当にそうなのか、まあ国ではそう言ってますけども、ただ北からといってこの働き口がないわけで、ずっとこの上で、これからですか。で、まあ、どっかでまたスピード上げて戻って、とりあえずこの辺がちょっと消波ブロックがものすごい散乱してて、鉄塔が折れてて、うちので学生がここら辺に住んでて、この風景はもう丸ごと変わっちゃった。あ、だから南さん来た時にさ、あ、国士館でさ、収支の発表した時に南相馬の風景が真っ平らになったって言った学生覚えてます。彼この辺で住んでる。あ、そうですか。これさ、もう時間的なこと考えた。はい、じゃあ動いた。はい、はい、そうですね、はい、はい、仙台までずっと戻るんですけども、はい、はい、今ちょっと雷が来ますからね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。気をつけて行ってください。はい、ありがとうございます。